もう勝てつどん。今回は SL には乗りません。そんなわけで普通列車に乗っていきましょうか。これが乗る予定の列車、真岡14系という車両です。なんで静止画なの？それは発車直前なのにスマホ地面に落としてこうなったから。早くがないの？途中駅ではちゃんと撮りますので。紆余曲折ありましたが早速乗り込みましょう。座席はまあまあですね。かなり快適とまではいかないよね。ところで、これロングシートなの？そうです。真岡14系は前期車2両だけセミクロスシートなんですが、残った7両はロングシート。故にセミクロスに当たる確率は低いわけです。ふん、割とゆったりした走りしてるね。気候の機動車だからですかね。ところでさっきスマホ落としたのですが、その時にガラスフィルム割れました。そうなの、面白いわね。何も面白くないです。ところで真岡鉄道のここガラ空きなんです。要は後年変貌を好きなように楽しめるというわけでございます。あ、これビデオカメラそのまま置いたらなんか微妙な感じになっちゃうな。持ちます。後年変貌はこんな感じ。ある程度大きもあるけど全体的にはのどかな雰囲気がね。ここら辺の本数はどんなもんよ？だいたい1時間に1本から2本でございます。一応ある程度は確保されてるんだね。そうは言っても地方ですので。平成16年、日本車両。前期車は富士重工製ですが、これは後期車ですから日本車両製みたいです。お客様へのお願いがボロボロになってるの。なんかちょっとかわいそうね。かわいそうすぎて泣いちゃう。その隣には IC カード非対応の紙。スイカとか使えないんだ。その下には運賃箱が存在します。両運転台っぽいかな。見てくださいよこれ、車が来ますですよ。電車が来ますの電が消えたやつでしょ。いいえ、これは車が来ますです。あんたはそれに何のこだわりがあるのよ。真岡駅に着きますね。ここいらで停車時間を使ってホームから真岡駅の様子を見ますかね。いかにも鋭いな、格差があるな。おそらくこれは草見重機動車。かつてはこの路線を駆け抜けた車両みたいですね。もうだいぶ使われていなさそうね。いかつい機関車がいるね。どうやら国鉄 D51 系機動車というらしい。バックしていってるわ。久々に動いている蒸気機関車を見ましたよ。この SL96 館という建物は人気の観光スポットです。下館方面の真岡14系とすれ違い、よく見たらこいつも後期車だ、オールロングシートか。さて、真岡発車。でも無駄楽しい道のりは半分にも満ちていません。17駅のうち真岡は7駅目なんだ。距離的にも、全長 41.9km のうち真岡は下館から 16.4km 行ったところ、という程度です。思ってたよりは長そうね。運賃にも注目。初乗り運賃は190円っぽいかな。だいたい1駅ごとに運賃が上がっている感じかしらね。で終点まで行くと、1050円ですね。だいたい同距離の東京と2日間は 40.9km で730円なので、それより高めかな。高くても、やっぱりこういう車庫っていいよね。ロングシートでも、窓が大きいのはやっぱりいいものです。実質これはワイド10モーカー。SL に何十万人も乗ってきたのね。100万人ももう目前。
SL だけが儲か鉄道ってわけじゃありません。よく見るとフューションレトロ感のあるそれだ。例えばこの出入り口の文字、231系と同時期に作られた車両なのにまるで115系みたいなフォントが作られています。この低下というか懐かしさ、逆にいいね。真岡鉄道は実は元国鉄路線、その歴史は明治45年まで遡ります。もともとは真岳線という名前の路線でした。全線開業はいつなの？大正9年ですね。そして大正11年に真岡線に改称。しかし戦後の需要の減少、社会構造の変化で昭和35年4月の国鉄関東支社合議会で真岡線廃止すべしという決定がされてしまいました。でも今あるのら反対運動とかがあったから。いや、あったのはあったんですが、それもあいなく昭和59年6月には廃止対象路線に。そもそも1日あたり2000人も乗ってなかったから無理もないかも。じゃあもう廃止待ったなしなのかしら。ですが高校生の交通手段や沿線への建築別の建設に伴い、昭和62年1月の第6回真岡線特定地方交通対策協議会で三鉄として存続を決定。それから昭和63年4月11日に真岡鉄道株式会社による運用開始。それで今に至るというわけですな。そんな歴史があったのね。輸送密度が1日2000人以下の路線で三鉄として列車が運行するのは珍しいことではないですが、それでもバス転換が大半なので、バスに置き換えられなかったってのはそれ雇用の事情や匂いがあったんだね。やっぱり地元住民も足としてなくてはならない存在だったというわけね。ただ需要があるかどうかというと17駅中13駅が無人駅、残りの4駅も真岡駅以外は時間帯により真岡線ホームが無人となるという状況です。常に有人の駅は実質1駅のみね。ですが真岡駅の車両地や寺内駅などの国鉄時代の面影を残す駅舎など面白い駅はいくつもあります。ぜひこれからも残っててほしい路線だね。そんなわけで茂木駅に到着。というわけで本日は真岡鉄道に乗ってきたという動画でございました。深い歴史がある路線だったね。この真岡鉄道、下館でなく宇都宮に接続する予定でしたが都合上断念、下館とを結ぶことになってしまいましたが、時は時パスが使える路線になりました。本当にいろいろあったのね。では本日もご視聴ありがとうございました。じゃあまたね。また次も見るのよ。突然変なコーナーが始まった。別にお便りとか質問なんて来ない上に、ソフトークの合成音声使ってるのにラジオなんて名前つけちゃってね。そもそもこのラジオ何のために？あーこれね、創作とか動画情報、裏話とかそういったのを話すコーナーみたい。なるほど。あ、それとこのコーナー30秒しかないからあんまり長く話すと途中で動画が終わる。